あ、そうだ、車庫帳だね。そうです、車庫帳。車庫帳見つかったと思う。見つかったんです。何でしょう、中湯と一緒の、あれじゃん。だからやっぱ身近に履いてる人がいたからな。なんか どうなんのって聞いて、いや、こんな感じだよ、みたいな。俺くらいにはなるんじゃないみたいな話で、いや、だったら中古で出てるから買っちゃおうかなと思ったら、もうなんか中古の割にはシェルケースはスルスル回るし、ショックは抜けてないし。ついてますね。まあ使えそうですね、じゃあね。使えそうですね。フロント組むのが大変でしたよ。フロントがもうスピンドル一体なんで、あ、はい、トヨタで2本で止まってるじゃないですか。はいはいはい、大変でしたよ。朝から始めて終わったの12時間。大体みんな やらないですよ、絶対。あ、1人嫌がるんだ。18万キロには見えないよな、ね、前のまあオーナーさんも。そうですね。だってこういうとことか全然平気だもんね。これびっくりしたのが、このフロアマットを純正で買うと新品の価格で8万5千円するらしいんですよ。高っ。中古で出てきたからいいですけど、今こんな高いの。高いですね。高いのかと思って。当時やっぱ高級装備だったね、やっぱ。あ、そうですね。これやべ、かっこいい。色がいいですね、また。あ、そうなんです。これ何、この色。なんか渋い色使いですよね。18万ですか、もう今。これは今18万かな。すげえなー、やばいっすね。キーは鍵がいいっすよね。ああ、かっこいい。鍵が。やばいっすね。これ中湯とはまたちょっと違うんですよね、ボタンの位置が。ああ。なんかだから前期後期中期とかで。違う、仕様がね。音がいいっすね。ポーンって。音がいいっすよね。いやー、18万4000円。まだまだ、全然乗れますね、これ。乗れますよ。いや、綺麗だ。このモケットやばいっすね。モケットいいっすね。これも純正ですもんね。あ、そうです、これ純正。やーべー。シーマ貴重だな、これ。シーマはセンターコンソールが両方から開くんですよ、ね。おー、かっこいい。汚いよね、名刺。ウッドが全部入ってますもんね。今ないんすよね、これね、こういうの。これはもう歴史が、これはもうしょうがないです。オーナー18万キロの歴史がここにあります。味ですね。味です。味です。最高です。俺はかっこいいわ。カーテンも買ってほしいもん。純正。サラさんって元から欲しかったんですか。そうっす。中学の時からもらえてて。あ、中学から。ホットガードもこれ。これもあれでしょ、オプションですよね。そう、オプションですよね。オプションでだけど、本当だったらもうこれ多分着地してるんですよ、また。もう地面にめり込むけど、自分切っちゃって。え、わかんないですよね。わかんない、わかんない。丸くしたんですか。切ったんですよ、わかんない。本当はもっと飛び出てて、多分もうこの車高だと突き刺さってるんですよね。マジで。え、わかんないように。うまいですね。これすごい頑丈なんですよ。あ、めちゃくちゃ頑丈なんで、取れることはないと思うんですけど、多分止まってるライナーとか割れちゃうかもしれない。あ、はいはい、直したい。頑丈すぎちゃってね。そうそうそう。この点数すごいですよね。取り付けの1、2、3、こう下にも、下にもあるでしょ。バッチリしてるね。うわ、動かねえ、全然動かねえ。シーマンは配線がフレームの横に通ってて、あ、上げてもいいけど、うん、とついてもフレームに当たるから、あ、なんか大丈夫かなと思って、はい、まだ上げてないんですけど、まあ、でも俺以上下げるんだったら多分配線上げないときついんで。そうっす。ウィンカーのこれもくすんでたの変えて、オレンジが良かったんで、オレンジで綺麗なのにつけて。よくありましたね。あります。これは結構出てるんですよ。スカイラインとかセドグラとか全部一緒なんですよ。じゃあ多いかもしれないですね。 AD パンとか、はいはいはい、アッチ系も一緒なんで全然流用効いちゃうんで。あ、それはいいっすね。みんなこれクリアにするんですよね。で、クリアにした残りが売ってるんですよ。あー、コーナーポールもついてるし、これ JAF のあれっすね、古い JAF の。今の JAF はアクリル板みたいなバンって入ったんですけど、これも浮き彫りでこう出てるので。これも後からつけたの。これはもともとついてて。あ、そうなの。前のオーナーがずっとつけてて、もう色が剥げて、もう全部メッキになって。いや、これはこれでみんなないからね、いいですよね。これは気に入ってますね。マスコットも買ってゴールドにして。これはよくこんな綺麗に、これすごい綺麗なの出てきたんですよ。あ、出てきたの。高かったんですけど。なんでゴールドシュートあるの。あります。あのシルバーとゴールドと、これオプショングリル。オプ
ショングリルでもう出てこないですよね。だいたいみんなここインフィニティのマークになっちゃって、はい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 、でも自分はこの日産のマークが良くて探してこれも買ったんですけど、あ本当だ、もうなんかサビ汁がもうサビ汁がこうつき始めたんで、もうこれもう錆びてるマーク交換したら逆に変だろうと思って、もういや錆びてる状態でいいや、これ欲しいね、これサビ汁がすごい、これでいいんじゃないですか。いや俺はこれ気に入ってんで、逆にもうもっと汚してやろうかな。今このフレーム出てこないらしいですね。ああもうないかもしれないですね。日産のこれ変えたくても出てこないんで、逆についてたからラッキーだな。それも、まあ、なんで板金屋が買ってくれて、クリア塗装で買ってくれて、でももう何もしなくてもずっと綺麗ですよ、ね、すっげー綺麗なマジでやってくれて、なんか新品みたいですよね。そうですよね、ガラスなんですね。ガラスなんて基本も必要かな。そういうとこいいですよね。ガラスだから。でも33以降とかってもうプラスチックじゃないかな。そうですよね。そう。みんなそうなんですよ。セレシオなんかもそうだし。あ、そうなんですか。そう、黄ばむんですよ。うん。メッキが生きてるのよかった。メッキも生きてるし、ね。これ年式何年でしょ、これ。これは1998かな。ドアの水切りも生きてて。このゴムちぎれてくるらしいんですよ。はいはい、ああ。でみんな友達とかにもビローンってこう剥がれたりとかしてきてるんですけど、もう全然切れてない。弱いですもんね。うん、でこれメッキと一体なんですよ。あ、じゃあこれごとこれごと交換しなきゃいけなくて、めちゃめちゃ一本一万。まあ扱いが良かったってことですね。そうですよね。とかメッキはね。コーナーのところとかヤンケちゃんらしい良かったせいに来ててくれた。これはすごいわ。あれですか、ワイパーの。お、寒冷地ワイパーなんで暴れるんですよ。寒冷地ワイパーってのはここでくびれてす、あ形が違うんだろうね。だいたいセダンって上がんないじゃないですか。プレートはあのみんなのやつ。そうです、みんなのチーム。なんてレーススタイルで、本当に昔あった地元にあったチームで、あみんな、そうなんだ。だから自分たちが中学生の頃にあって、あで、みんな友達の親とか、はいはい、そういうのが入ってて、みたいな。あ、そうなんだ。それで出してくれじゃないけど、みんなでやろう。まだ不具合とかもないですか？不具合は日産ありますよね。左18万キロ走ってる車に、うん、電車補強組んでベタベタにしたら、リアのドライブシャフトが音鳴り始めて、あコンコンコンみたいな。負担が来ちゃった。まあ負担来ちゃいますよね。下がってったらこう抜ける方にこう。ああまあそうです。万歳して、さすがにちょっとまずいかなみたいな。新品ホイールなんで。これ落札したんですか？落札しました。よくあったな。値段結構上がってきましたけどね。いくら今？なんか最初2万ぐらいだったんですよ。うん、で大体どの相場見ても2万とか3万とかなんですけど、うん、こんな新品なんて絶対こっち買った方がいいじゃないですか。それはそうです。だから頑張って。まあ5万くらい行きます。俺自分もっと上がると思ってたよ。はい、よかったですね。10万くらいになっちゃうかな。これはレアですね。マジで。もともと215が入ってるんですけど、205に変えて、この少しちょっと幅とこの高さをして、